日々思うことを語る今日の一言今日は午前中の稽古の後夕方から都立西高等学校というところで今度の日本舞踊の可能性信長について「えー、事前学習」と称する、えー、直前見どころ講座のような、えー、催しに行ってまいりました。 日本舞踊について、えー、初めてご覧になる方信長を初めてご覧になる方前回も来てくださった方、まあ、いろんな方がいらしたんですけれども、えー、日本舞踊とはこういうもんなんですよというお話そして、えー、信長のいろいろなよもやま話そして最後には 今回ソロの演目第1部で私が踊る「松の翁」という演目についてお話をしてその一部を上演してきました。いややっぱりこういうちょっとした解説というかちょっとした説明が加わることによってより作品への理解というものは深まるもんだなということをつくづくと今日も思いながらその一方で。 えこうした解説なしに日本舞踊を楽しんでいただくためにはいや果たしてどうしたらいいのかなそんなことも考えながら今日はお話をさせていただきましたではまた。